はい、皆様どうも、マフロです。それではにゃんこ大戦争やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではガチャからいきましょう。はい、前回から全然開いておりません。猫かいな。はい、回せませんと思いますが、ただレアチケ1枚持ってます。なんかでもらったような気がする。はい、こちらでレア回しましょう。ボクサー来た。まあ持ってるけどね。まあ当たるわけないよね。はい、今日はですね、極むずカーニバル2、こちらね前回ね、クリアできなかったんですけど、いろいろな方の前回のねコメントをいただきまして、それを参考にまたやってみようと思います。どうも成功法だとねきつそうなので、城を落とす方法でやっていこうと思います。はい、参考にスロット組んでみました。ああ違う違う、アイテム使うつもりだった。確実にクリアしたいから。アイテム使うつもりだったんだわ。はい、猫ボンだけ使っていきます。はい、暴風一家発動させております。とりあえず妨害系とあれで頑張ってみようと思います。メタルで、遅くなれ。よし、ポカーンいった。かぐや姫頑張れ。とりあえずこいつは早く落とすっていうのがね課題になってくるんですけど、あれウェイトレスいなくなって寝てる。頑張れ、早くやっつけろ。スイカ、よし、殴れ殴れ。フルート出せるだけのあれは確保しとかなきゃいけないもんな。よし、殴れ殴れ。あー、ウェイトレスが。ポコポコ言ってるけど、いけるかな。早く倒さなきゃいけないんだけど。あー、出てきちゃった、ダメだ。これ出てきたらダメなんだよね。ちょっと温存しすぎたかな。ちょっと失敗。あれ出てくる前に倒さないとっていうことなんですけども、ちょっと温存しすぎた。あいつ倒せばまあムートを手に入るから、手に入るというかいけるから。
使っていこうか。カラツミさんやられてるぞ。カラツミさん頑張れ。よし、どんどんボコボコにやっちゃえ。追い詰めろ追い詰めろ。よし、ボコボコいけ。よし、動き遅くしてるよな。よし、まだ速攻行け、城落とせ。よーし、いけました。ありがとうございます。コメントのおかげで、クリアできました。はい、でもまだあるんですよね。ここはとりあえず海岸、いや、とりあえずやってみましょうか。クリアできるのかな。とりあえず普通構成に戻してと、とりあえずやってみますね。まあ無理だったら次回また頑張ります。ちょっと統率力がねないんで。アタック、あ、死なない。あ、やられた。さすがにそんな甘くないか。ちょっとお金貯めとこう。ゼウスさんでよし。なかなか死なないな。やばい、ちょっと押されてる気がする。相手の数も多いもんな。あー、ゼウスさんついに食らったか。なかなか死なねえなこいつら。めっちゃ粘るやん。手が疲れてきたぜ。
やばい。減らねえ。ああ減ったけどゼウスさんもやられた。間違えて特急出しちゃって。粘るなぁ。まあ数が減ったから押されることはないけど粘る。当たってんのかどうかも分かんないぐらい粘るな。ちゃんと当たってんのかなこれ。当たってた。ガネちゃんだ。さあさらに何が出てくるかい。ああなんかメカっぽいのがスイカ。スイカメカ来た。スイカメカ。ちょっと下がる。マッスルもいるな。やばい、飛ばされてる。ゼウスさん追加。重くなってきた。またマッスル追加し、相手もマッスル追加してきやがった。やばい、殴られてる。すげえ殴られてる。下がれ。やばい、ゼウスさんが食らうな。
もうあの人しか残ってないじゃないか。ああ、ゼウスさんも残ってるから。マネージャーさんがやられた。やばい、だんだん押されてる。マッスルが来た。ああ、やられた。これはまずい。マッスル2匹が強い。耐えろ耐えろ。耐えれないねこれ。ダメなパターンだ。アイテム使うか。押し切られたね。はい、ここもやっぱり難しいですね。いや、コンティニューしません。はい、ちょっともう統率力がないんでね、ここは次回に回したいと思います。って言っても、あ、まだ4日あるよね。はい、それでは今回はと言いたいところだけど、3枚手に入れたね。これだけ回し終わろう。3つとも小屋しならレア回せるけど。期待を裏切るバトルネット。さらに裏切る猫トカゲ。ってことで今回は終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。